おーい、ワンワン、マザホッグ。はあ、やめろ、悲しくなるだろう。え、なにこれ、口なし。喋っちゃいけないってこと？実況するなってことですか？俺も静かになっちゃった。だって喋るなって書いてあるから。どうしようこれ。あ、口紅塗ってもらった。もしやこれでいけるか。ああ、よかった、生きてた。ネズミは生きていた。これでさっきの森の奥のあそこに登っていく。でもここで油断してるとこの時点で何か起こされるかもしれないからな。あ、変化している。もうなんだこれらは。説明が追いつかない。ファンアートかなぽいよね。よかった、またこの長い道中暇になるだろうから加速やカットをしなくちゃかなと思ったけど、いい配慮。とはいえこの登るのも結構時間かかるんだよね。着いた。あれ、鍵のあれがなくなってる。まあ通れるからいいか。シークレットホテル、シーホテ。バンケットフォービーズ。これらは、まあ寝れますか。私たちを勝たせるつもりはないのでしょう。これはプレイヤーのセリフか。お前の勝ちだ。本当に？もうお前とは遊びたくない。このゲームもう嫌だよってことかい。お前の勝ちだ。本当に？またここ、また夢だった。何がフラグ立てを失敗したのか、それとも選択をミスった。あれ、ショットガンもらえない。ちょっと音楽がよからぬ感じになってますが、ショットガンがないとまた左の方に進んでいくしかないか。あ、でも通れたけど、ここ奥には特に何もなかったんだよね、壁画だけで。今回も何もなく。寝ちゃってるね。おかげで無事にここにたどり着くことができたけど、相変わらずキャッチはできない。ペンキ塗りの仕事してたやつが首をくくっている。これは事故か、それとも仕事が嫌になってしまって命を絶ったのか。今まで来た時よりも違う点を挙げるとしたら、まず BGM だが、あ、寝ちゃってる。そこはもう通れない。誘導されているな。君ももう力尽きているのか。テレビ疲れ。あ、違う、居眠りだ。ここを走ってるやつも、おそらくは、タイムが思うように伸びず、苦悩のあまり、気絶。ホールドアップ状態だ。ゆっくりと見て回れるけど、
そんなことをする必要もなく、調理場だったらちょっと包丁ぐらいはねもらっていきたいけどね。ホールドアップなのか、それとも崇められているのか。自分でスイッチオンにしちゃった。他のはやらないでおこうか。むしゃむしゃ食べてる奴らは俺のことを気にすることもなく。よう、いや、これどっちを生贄にするかってこと？一周目こいつを助けたんだっけか。でもシチュエーションが違うもんな。また捧げてエレベーター、チーン。今戻るとどうなんだ？戻れないね。また新しい部屋に。ん？テーブル、披露宴のテーブルかのような。お、ごちそうさました。ちょっとちょうだい。ダメか。このテーブルの下に誰か隠れていないかなと思ったけど、受付のおっちゃんが倒れている。もうこれ鍵あなくても。あ、3周目クリア。作者ちょっとなんかコメントないの？ないの？こっち入れる？入れない。そっちじゃないよ。そうなんだ。中に戻ることもできない。おーい、ワンワン、マザホグル、あなたを勝たせるわけにはいかないわ。ハッピーエンドはなしよ。知ってたけど、それは、それはちょっとひどい。3周もしてもらったんだから。確かに。だから分かった、プレイヤーの負けだ。プレイヤーに勝たせないゲームなんてすごく新しい。そうかな。何この最後の晩餐。ハッピーエンドのように見せて、何も別にハッピーじゃないし。もぐもぐ、トク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 、ごくごくごく。いや、まだ取り逃してる要素たくさんあると思うんだよな。目玉4つ潰しもそうだし、特殊なドリンクを飲んで奥の方まで持っていくやつも2つぐらいまだだし、お、さっき森みたいなとこで見たアートたちだ。他の要素は新エンドを見るために必要なのか、それともそれは3周だけで十分なのか。あ、ピッチ速くなった。もぐもぐ、ごくごくごく、トクトク、ごくごくごく、トクトクトク、ごくごくごく、トクトク、ごくごく、トクごく、トクごく。KSK、KSK。どこまで速くなる？これ何かしないと終わんない？いや、待つだけだな、きっと。BGM が終われば、私たちのゲーム体験をテーマにしたゲームをプレイしていただきありがとうございました。ゲーム体験？ゲームで理不尽な目にあったのかい？そして父の墓。こいつらはさっきの最後に出てきた友人2人か？オカメみたいのと、あのオマルみたいな履いていた。4周目になっちゃうけど、今までのプレイ内容は引き継がれていいのかな？で、あの新エンド同行の部屋っていうところに行くと、何か要素が増えているのか。多分ここでドーナツが3つに戻ってる気がする。ですね。